落ちている財布を拾った男の末路。俺は40歳のフリーター。収入も少なく食べていくのに必死だ。あー、今月も給料少なくてカツカツだ。どうしようもない人生だな。ん？なんだあれは？財布が落ちてたぞ。めっちゃ入ってる。どうしようかな。中身だけ取って置いておこう。しゃあ、10万円もゲットしたぞ。神様、俺のことを見逃していなかった。ゴング、珍しいな、呼び出して。いやー、ボーナスが入ってさ。今日は俺のおごりだから何でも頼むよ。今日はいっぱい飲むぞ。お、誰か来たみたいだ。はい。私、警察なのですが、ゴングさんでお間違いなかったですか？はい、そうですが。あなたが財布から10万円を取っている姿が防犯カメラに映っています。証拠はあるんだから、白状しなさい。はい、僕がやりました。横領の容疑で逮捕します。そんな横領罪は10年以下の懲役、または50万円の罰金。俺は逮捕され、職場はクビになり、家族にも呆れられた。一瞬の欲望のためにこんなことになるとは夢にも思わなかった。